リーグ、リーグルの詩、リーグの歌、リーグの歌とも、は、北欧神話を伝える、エッダ詩の一編である。10世紀中頃、または12から13世紀頃に、ノルウェー、またはアイスランドで成立したと考えられている。北欧神話に登場する神、ヘイムダルが、リーグと名乗って、人間の間を巡り、三つの階級を作った経緯が、語られている。リーグルは、ヘイムダルが、 人間の世界を旅する時に名乗った名前とされている。ある日、リーグルは老夫婦、あーいと、エッタのもとで三番宿泊し、彼らに、たくさんの助言をした。その後エッタが産んだ息子スレールのもとに、宝女性シールが来て結婚し、夫婦は、多くの子供を得た。これが、奴隷の発祥であった。アビとアンマ夫妻のもとでも三番宿泊し、彼らに、たくさんの助言をした。 その後アンマが産んだ息子、カルルのもとに、宝、女性、スネールが来て結婚し、夫婦は多くの子供を得た。これが自由農民の発祥であった。ファジルとモージル夫妻のもとでも三番宿泊し、彼らにたくさんの助言をした。その後、モージルは息子、ヤルルを産んだ。ヤルルのもとに、リーグが訪れ、自分の名前を与えて、後継者にした。また、 ルーン文字も教えた。ヤルルは、さらに周囲の国を攻めて支配下にしたが、多くの者に自分の財産を惜しみなく分け与えた。やがて、エルナという娘と結婚し、ブルをはじめとする多くの子供を得た。彼らが貴族の発祥であった。夫妻の末の息子は、今の語源と考えられているという名で、彼は多くのルーン文字を知っており、自身もリーグと称したとされている。 巫女の予言の冒頭で人間たちがヘイムダルの子らと呼ばれるのはヘイムダルが人間の守り神と考えられているためであろう。この思想に基づいて身分制度もヘイムダルによって決められたとされたのかもしれない。このことからヘイムダルはオーディンよりも古い時代の神ではないかと言われる。このヘイムダルの子らというケニングは巫女の予言のみに見られる。リーグルの歌が後世に残らなければ なぜ人間がそのように呼ばれるのか不明のままだったろうと考えられている。ありがとうございます。